にちは、バランです。今日はシックで大人っぽいお花のピアスを作っていきたいと思います。最近ホワイトの着色剤の可愛さにハマっているので、今回は白をメインに作っていきます。今日使うものは透明のレジン液、そして今日は大人っぽいシックな組み合わせにしたいので、バイオレットとホワイトを使います。今回の花びらは柔らかいイメージにしたいので、細めの24ゲージを使います。装飾には紫のブリオンを使います。ワイヤーを6センチくらいにカットしました。このワイヤーを人差し指に巻きつけます。そうしたらこの丸いやっとこを使って、この花びらに小さな曲線を作っていきます。掴んで手前にグッとひねります。反対側にグッとひねります。
というわけで今日は白のとってもシックな大人っぽいピアスを作ってみました。今回のポイントはこの周りの花びら、これを細いワイヤーを使ってできるだけこうふんわり柔らかい感じで仕上げたのがポイントです。あとはこの真ん中のワイン色のブリオンをずっと昔から持っていたんですけど、やっぱりゴールドと違ってなかなか出番がなかったので、今回この白にバイオレットの着色剤を使って上にこの紫色のブリオンを乗せることでさらにシックに仕上がったかなと思います。結構今回のお花大ぶりに仕上がっているので、この上まで花びらが来てしまうともっともっと大きくなってしまうので、そういった場合はこんな風に半分のデザインで仕上げてあげると耳にもちょうどフィットするので可愛いかなと思います。今回のこのデザイン可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や評価などよろしくお願いします。また明日も動画アップしますのでぜひご覧ください。ありがとうございました。